マスカットナイト。さあ今日2軒目行ってるみたいです。あらはしご2軒目行ってますよ皆さん。あらららら、やばいやばいやばい、どこ怖いね。マイカサルマチ、いや分かんないだろ。いや分かんないだろ、勝手に行ってんだから。そうだよ、いや分かんないからね。そうよ、可能性あるよ。さあ早速現場呼んでみましょうか。現場の大久保さん。まだ大久保さん行ってるそのまま来てんね、大久保さんは。大久保です。今ですね、マスカッツのとあるメンバーの自宅マンションの部屋の前に来ております。じゃあこのタイルの感じで、あれうちかもって思ってる人もいるよね。タイルの感じでわかるかな。いや来た来た来た、いらないんだよ。誰も求めてないんですよ。そういうのまだわからないですかね。じゃあちょっと早速この玄関の方に行ってみたいと思いますが、まだわからないから。ドア見るとね、ドアの感じで茶色い。あら、わかる？これで三上、三上、うちは無理です本当に。いや、じゃあ違うかな。うちは違うかな。心臓の音が止まらない。え、だめ。心臓の音が止まらない。はい、そう。今回無理やり中継するのは三上の自宅。三上優愛と申します。国民的アイドル出身の三上は一体どんな家に住んでいるのか。本人気づきましたかね。本人気づきました。三上、そうですね、そう、傘もね、いい感じでだらしない。本当にだらしない感じしますね。だらしていいですか。やばい、入ったらダメだって。本当に今はダメ。三上さん入っていいですか。入りましょう。入っちゃって、ダメだった本当に。え玄関がありますね。あ、入った。あら、ワンちゃんの鳴き声。犬、犬、犬、あら、ワンちゃんの鳴き声。あら、犬怖いだろうな、そんな知らない人来たら。あら、かわいい。あら、2匹。あ、2匹。めっちゃ熱いんですか。チワワ、あれ。ミミ、何ちゃんと何ちゃんですか。トイプードルとチワックスの。チワックスね、これ。全然知らない人帰ってきたら懐いてるんだよ。めっちゃ懐いてる。誰でもいいよね。誰でもね。でもね、パコミの方が可愛いから。お坊さんの。そんなに可愛くない。綺麗。こちらが三上の自宅。ワンちゃん2匹と暮らす 1SLDK。 一見綺麗にしているようだけど、どんな生活をしているのかじっくりチェックさせてもらいます。あれ、ちゃんと女の子らしい部屋ですね、これね。なんか随分女の子っぽい部屋だね。うん、ほら、うわぁ、こういうのあって。ソファ汚ねえな。ソファ、そう、あ、まあ、これ入れっぱなしも。じゃあ、それは同じかな。まあね。畳む。何ある？下着、下着。洗濯物も畳む。ちょっと待って、汚いかも。どうなの？洗濯物ダメでしょこれ。いい、ちゃんと畳みなさいよ。見えなくなっちゃうから、それやったら、ね、いいですか。いやいやしてんな。まあでもね、整理整頓されてますよ。確かに、そうね、洗濯物以外は。これなんでしょうね。何、あ、それは、あら、あら、何これ。本当にやだ。やだ、サインの練習。怖い怖い怖い。ちょっと危ないんじゃない、これ。サインの練習してるんじゃないですか、これ。何書いてるの、これ。そういうのやりますよね、サイン。昔とかね。男性の練習。男性。やばいやばい。ウサギの顔にしちゃった男性っていうわ。男性。男性な。男性。サインもう一回考えた方がいいですよ。サインの練習見られたくないな。台所行きましょうか、ちょっとね。台所。台所。どっか汚いとこあるでしょう。汚いとこね。あ、まあ若干ね、これ洗い残しとってありますね。うん、何ある。何ですかね、これ。どうせ持ってるの。何、何持ってるの。何ある。昆布。昆布がやたらと捨ててありますけど。あ、じゃあこれ出汁だ。あ、料理するんだ。なんか料理してます、三上さん。昆布、味噌汁、昆布入ってる、でっかいの。すごい出汁を。出汁取りすぎじゃね。ちょっと待って。出汁こんな取ります、昆布。ね、ああいうの取ってから味入れんじゃないの、味噌とか。なんで入れっぱなしなの。普通ね、取り出しますけどね、こういうのはね。
何それまず。昆布、あ、スープです。スープ。スープ。え、ちょっと待って。腐ってるよ。本当に腐ってるか。腐ってるんじゃないの。腐ってる？やばいやばい。大丈夫？腐ってるかもって。大丈夫ですか？え、や、やばいよ。1日目とかで。じゃあ匂いが。おそらくですけど。汚い。腐ってますね。じゃない、腐ってる。やばいやばい。やばいって。くっせ。くせ。なんで腐ってんの見てんだよ。まだ。まあ、夏だからね。そうだよ。ちょっとレンジ。ありますね。うん、なんで入ってる？違うんだよね、バナナ。バナナ入れてる。どういうことですか？これレンジ、え、バナナ温める派ですか？なんで入れてんの？バナナ、なんでバナナ？温めて何に使ってんだかも。これだけだ。なんで温めんだよ。神さん、あ、ちょうど？ちょうど男の温かさですね。ちょうどね、肌に温めて、うん、まあ冷蔵庫どうなってる？いや、これはね、うん、だらしない点検、飲み残しが。あ、そういう、いや、まだ飲めるんです。飲み残しだらけ。やめろそれ。この捨てれないタイプだ。うん、ちょっと、まあ、ペットボトルは。そうね、うん、飲み残しね、うん、え、飲む、飲めます。飲み残しがこんなにあるから。あ、飲んじゃう、ね、ちょっとね、今日ね、熱中症になるとあれなんでね。で、戻しとくのね。よくテレビやってるよね。こういうの全部口つけてね、うん、全部口つけていこう。やだやだ。美味しい。三上さんの飲みさしは美味しい。美味しいです。あ、じゃあ戻しておきます ね、 ね。やだ。男がやることはスタッフがやるんだね。スタッフをイジリーさんみたいな扱いしないでしょ。あ、こんなチューハイ梅とか酒飲むんだね、三上さんね。あ、なんか飲まないから溜まってっちゃうんですよね、うちに。あ、そうなのね。で、誰かが来てってこと？誰かが持ってきたやつとかを。男が。男じゃなくて、普通に友達とかと。男の影はないの？動揺してるよ、動揺。男の影でしょ。男言ってるみたいだぞ。それはないだよね。ちょっとこっちの部屋見てみます？うん。これはなんだ？うん。それこそクローゼットかな、ここは。え、広っ、何これ。やっぱみんないいとこ住んでるな。住んでるな。山根さん、え、山根さん、ちょっと山根さん、え、何これ。こちらで忙しくて、あの父の七回忌ができなかったもので、こちらでちょっとさせていただけることで、ご証拠だけちょっと。なんですかね。あの持ってきました。はい、7回忌なんだ、7回忌なんで、ね、はい、どうしてもやらなきゃいけなかったんで。なるほどなるほど。そうか、ツアーで忙しくて、はい、それやった方がいいですね、はい、すいません。お子さん、ちょっとご紹介。あ、本当に私、はい、山根のお父さんも見たことないけど、はい、じゃあ、はい、すいません、失礼します。やめて、演技悪い、演技悪いですよ。ちょっと、ちゃんとお証拠を見せちゃうんですって。幽霊とか来ないです。いや、来るんじゃない、幽霊。いや、ありがとうございます、すみません、ありがとうございます。いやいや、本当に、いや、もう本当に、一度お会いできればよかったんですけど、ね、はい、残念です。いやいや、もう私もね、友達も報われたと思います。いやいや、もう立派なお父さんね。ありがとうございました。あ、じゃあ、スイさん、ぜひお会いしようか。みんなやっぱ上げに来てるわ。ああ、そっかそっか、みんなお会いしてない。確かに、そりゃそうだ、みんなしないと。これ、うち関係ないけど。せっかくお父さんの七回忌も済まされたということで、ちょっとあの軽い軽食。いや、え、本当に、本当に、やだ、そういうとこみたいになってんだ。いや、いいです、軽食用意します。軽食用意します。タッパー、タッパー来た。きなこ餅になるんですけど。きなこ餅、汚れる、汚れる、汚れる。あの法事の時とかって和菓子出ますもんね。新鮮。ワンちゃんがすげー見たがって見てるよ。粉は散らさないでください。来た絨毯だよね。絨毯、来た絨毯だってね。ああ、絨毯。ああ、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 ああ
バター。食べ方知らないだろ。そういう仕方ないですよ。こういう仕方には。戻すんだ。違うの。違うの。食べ方知らないのか。そのまま食べんだよ。そう。叩いて食べるやつじゃないんだよ。ちょっとね、ババアに来なくはちょっと見せちゃいます。掃除できないよ。すいません、邪魔でした。最悪。ね、お父さんも喜んでるじゃないですか。あ、もう本当にもうこれで成仏したと思って、もう本当に良かったです。ありがとうございます。もう本当に嬉しいです。また13回忌とかぜひ。そうですね、また13回忌行いただきたい、はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。なんで三上の家で法事やってんの。本当に本当にありがとうございます。もう全然遅れちゃったかもしれない。きなこがちょっとついちゃって、これいやちょっと本当に見た方がいい。でやめてやめて。新しいよ。まず、あ、一応白黒でね。白黒。白黒でね。色はないように。何をやってんのあれは。パンツが拭いても、やだ。俺あだよ、パンツにきなこついてる女。ますかね。お風呂怖いね。お風呂はちょっと。お風呂どこ？お風呂開けるの怖いね。あ、ちょっとあれかな。あ、ちょっとまたこう脱ぎっぱなしのまたこう。あ、まあ、でもいいでしょう、ほんの。はい、ああ、うん。お風呂こっちですかね。お、広いのかな。あ、でもなんか壁が不思議な感じの壁は。なんで、すぐシャワー浴びちゃうから。頭洗ってんの。何？リンスある。リンス知らないわよ。もうちゃんとして、本当にねえ。人ん家行くと風呂入っちゃうんだな。さっき入ってたじゃん。すぐそうな人ん家で風呂入っちゃうから。寝室見てないけど、こっち寝室かな。寝室はやめてください。こっち寝室ですよね。これかな。こっちかな。広い。寝室はやっぱりね、これマストなんで失礼させていただきます。いやって、うん、すげえ立派な鶏だことね。うん、泣くの？おけごっこ。おけごっこ。本当に無理なんです。泣いたよ。立派に泣くね。うん。あ、いいじゃない、いいじゃない。うん、すごく立派。うん、綺麗だし、楽しそうね。本当びっくりするよ。そんなに鶏の鳴き声聞こえたら隣とか。こんな感じですかね。わかりました。以上でございます。はい。怖いな。楽しいお家でね。いやね、なんか楽しそうなお家だね。楽しいですね。いいお家じゃない。そうね。今日あそこに帰るんだもんね。帰ったらいるからね、寝室に。本当にいるんですか。いる。撤去してくれないんですか今。してくんない。だから帰ってきちゃうんだから。いやでも大丈夫、いい家だったよ、ね、綺麗だったし、綺麗じゃない。ありがとうございます、うん、上がったよ、好感度は、うん、上がる、ちゃんとした子なんだって。そうね、こうやってね、他の家、はい、行きますから、はい